ご乗車ありがとうございます。この電車は13系統飯田橋経由万世橋行きです。次は新田蔵です。この動画の東京都電13系統は48年12月まで運転されていた。現在は遊歩道となっている四季の道経由の運転を再現しました。これ以降13系統は四谷三高町、現在の新宿伊勢丹前経由に経路変更がなされ、この四季の道の線路は大久保車庫前からの回送専用線に変更されました。その後この路線は西側の終点が新宿駅まで、東側の終点が水天宮前まで延長されましたが、70年に全線廃止となり、現在は廃止となっている都営バス秋76系統がその代替となりました。ご乗車ありがとうございます。この電車は13系統飯田橋経由万世橋行きです。次は新田蔵です。次は大久保車庫前、です。次は東大久保です。次は川田町です。
次は若松町、若松町です。次は牛込柳町、牛込柳町です。次は山伏町、山伏町です。次は牛込北町、牛込北町です。次は魚町、魚町です。次は津久戸八幡町、津久戸八幡町です。次は飯田橋、飯田橋です。次は小石川橋、小石川橋です。
次は水道橋、水道橋です。次は本郷元町、本郷元町です。次はお茶の水、お茶の水です。次は松積町、松積町です。次は万世橋、万世橋終点です。ご乗車ありがとうございました。Thank you.